クレーンヘイスレルラー・アースローは、ハンガリー・ボルショド・アバウイ・ゼンプレーン圏・カジン・ツバルツカ、出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表、NK オシエク所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2013年、ビデオトン FC に移籍。7月のソンバトヘイ・ハラダー主戦で、ネムゼティバイノクシャーグアイで、初出場、さらに初ゴールを挙げ2から零の勝利に貢献した。 2014-2015シーズン、クレーンヘイスレルのプレイ時間は、ビデオトン FC で11試合370分、プスカシュアカデミア FC で12試合911分に、とどまっていた。2015年7月、クレーンヘイスレルは、ビデオトンとの契約更新を拒否したが、このためにジザーブに格下げされた。8月、 ポーランドエクストラクラサのシロンスク・ブロツワフからオファーがあったがクラブはこれを拒否した。2016年1月、ベルダー・ブレーメンに3年半契約で移籍。同月のヘルタ・ベルリン戦で、ブンデスリーガデビュー。SV ・ダルムシュタット982016年8月、SV ・ダルムシュタット98に1年間のレンタル移籍。フェレンツバー・ロシュ2017年1月20日。 フェレンツバーロシュ t c へシーズン終了までのレンタル移籍2017年6月20日、FC アスタナへ、レンタル移籍その後完全移籍となった。2019年1月16日、3年半の契約で抜けオシエクへ移籍2015年11月、UEFA ユーロ2016予選プレイオフノルウェー、代表戦を控えるハンガリー代表に招集された。 クレーン・ヘイスレルは2015から16シーズンのネムゼ・ティバイノクシャーグアイで1試合しか出場していなかったこともありこのチョイスは驚きをもって迎えられた。メンバー発表から6日後に行われた試合でクレーン・ヘイスレルはゴールを奪い1から0の勝利に貢献した UEFA ユーロ2016本戦のメンバー23人にもその名を連ねた。グループ F 初戦のオーストリア代表戦では 先制点となる、サライアーダームのゴールをアシスト、この試合のマンオブザマッチに選出された。ありがとうございます。